今回はこちら。クリアリティから新しく発売された 3D プリンター、ハラットメイジ S をレビューしていきたいと思います。まずはこのプリンターの特徴を簡単に見ていきたいと思います。解像度は 14K ということで、前のモデルの 8K からアップグレードされています。模型で使用する場合、より精密なものを印刷できるということなので、これは嬉しいですね。さらに見ていくと、インテグラルライトソース 3.0。これは UV ライトが以前のものと比べてムラなく照射できるものに置き換わっているということだと思いますが、光にムラがあると印刷物の精度に直接影響してくるので、このアップグレードもありがたいですね。さらにサイズと品質、妥協はもう不要ということで、高品質かつスケールが大きなものも印刷できると。そしてさらに見ていくと、ダイナックスプラスモードの説明ですね。通常の3倍から4倍のスピードで印刷できるということで、これがこのプリンターの一番の魅力ではないでしょうか。ただ説明をよく読むと、ダイナックスプラスモードは専用の高速印刷に対応したレジンが必要みたいなので、一般的な高解像度用のレジンを使いたい場合はダイナックスモードを使うことになると思います。グラフを見る限り、ダイナックスモードでも十分速いですよね。これはかなり期待できそうですね。はい、というわけでまずこのプリンターの外見からチェックしていきたいんですが、いや、この本体めちゃくちゃかっこいいですよね。ベースの部分はメタリックグレーで、カバーはオレンジになってますね。このカバーなんですが、一般的なアクリルではなくてプラスチック製みたいですね。その恩恵でこんな感じに片手でも軽々開閉ができるんですよね。これは地味に嬉しいですね。あとフリップしてカバーを開けるタイプだと、設置するときに奥行きを少し多めに取らないといけないんですが、本体の奥行きが短く設計されているので、設置する場所の自由度が高くていいですね。そしてここを見ていただくとわかる通り、電源ケーブルを直接挿すことができるんですよね。ということは電源が本体に内蔵されているということなんですよ。今まで使ってきた 3D プリンターは電源が基本外付けだったので、これは素晴らしいと思います。さらに見ていくと、ここには付属のダクトを取り付けることができて、印刷中のレジン臭を外に逃がすことができます。こういった機能がないと、どうしてもレジン臭が部屋の中に充満してしまいますからね。これもかなり嬉しい機能だと思います。はい、外見の特徴はこんな感じですね。続きまして、このプリンターを実際に使ってみたいと思うんですが、まずはちょっとしたテストをやってみたいと思います。はい、こちらは皆さんおなじみの船ですね。これは 8K のプリンターで印刷したものなんですが、だいたい2時間40分から50分ほどかかりました。今回はファストレジンではなく高精細レジンを使うので、ダイナックスモードでの印刷になるんですが、レイヤーの高さが通常の 0.05 ミリで印刷してみたいと思います。データのスライスはクリアリティのホームページからダウンロードできるハロットボックスを使用します。はい、それでは印刷スタートしてみたいと思います。はい、時間も測ってみます。よーい、スタート。はい、というわけで船の印刷が終わりました。かかった時間はというと、こちら約2時間ですね。通常モードだと2時間40分から50分くらいかかるので、だいたい40分くらいの短縮になったということですね。造形の方も見てみましょうか。はい、どうでしょうか。いやーね、めちゃくちゃ綺麗ですね。この辺りの傾斜のきついところ、積層痕が出やすいんですが、まあ、全く出てないというわけではないんですが、ほぼ出てないですね。これは素晴らしい。さすが 14K といった感じですね。こちらは 8K で印刷したものなんですが、この辺りにね、積層痕がね、出ちゃってるんですよね。どうしてもね。比べるとこんな感じですね。わかりますでしょうか。いや、8K でもね、十分に綺麗なんですが、14K は一段階レベルが違うなっていう感じですかね。素晴らしいですね。他にも何点か印刷してみましたが、やっぱりこのプリンター早いですね。
これは無料で公開されているキツネの頭部の骨を 3D スキャンしたデータをクリアリティ高精細レジンのスキンカラーで印刷したものなんですが、さすが 14K、 本物の骨と見間違えるくらい高精細に印刷されていますね。少し塗装してみたんですが、こんな感じになりました。どうでしょうか。このモデルはレイヤー数2210で、レイヤーの厚みは 0.05 で印刷したんですが、印刷時間は約4時間48分でした。出力するサイズが大きくなればなるほど速さが実感できますね。去年発売されたモノクロプリンターと比較しても倍くらいのスピードは出ていると思います。このスピードに慣れてしまうと、もうこれより遅いプリンターには戻れないですね。はい、そしてハロットメイジ S と一緒に使用したいのが硬化洗浄機ですね。クリアリティの UW03 は大型の造形物に対応しているのと、前のモデルよりも機能がアップグレードされていて、さらに使いやすくなっています。洗浄機能はバスケットに複数の造形物を一度に入れて洗浄できるほか、造形物がプラットフォームについた状態でも洗浄することができます。バケツをどかして回転台を取り付ければ硬化機として使うことができます。カバーで紫外線を 99% カットされるのと、カバーが完全に閉じていないと動作しないので、安全面にも配慮されています。これは1台あるとかなり便利だと思います。まとめです。今回ハロットメイジ S を使ってみて一番印象的だったのはやはりスピードですね。大型の造形物を印刷できるプリンターを持っていたとしても、スピードが遅いとちょっと印刷する気にならないんですよね。ただこのプリンターだと印刷してみたいなって思うんですよ。やっぱり 3D プリンターはスピードが正義です。そして今回は解像度が 14K ということで、前の世代の 8K よりもさらに高精細になっています。模型のパーツを印刷するのにも高精細に越したことはないですからね。ディテールにこだわるのであれば、今後 14K は必須になってくると思います。あとオプションになるんですが、レジンを自動で供給してくれるシステムも追加することができるので、大型の造形物を印刷される方も安心だと思います。はい、というわけで今回紹介したハロットメイジ S なんですが、また1段階 3D プリンターのレベルがアップした感じがしました。今まで使ってきた 3D プリンターの中でも最高と言っていいと思います。もし今 3D プリンターを買うのであれば、自信を持ってこのモデルをおすすめできますね。いやー、ハロットメイジ S 最高です。